日本航空機食中毒事件とは、1975年2月3日に、日本航空のチャーター機内で発生した、集団食中毒事件である。この事件は、民海航空機市場最大の集団食中毒である。事件後、機内食の責任者であった職員が自殺した。事件は、日本航空の保有するボーイング747の機内で発生した。 当該機はボーイング747から100、またはボーイング747から200バイトであると言われている。このチャーター便には344人の乗客と20人の乗員が登場しており、乗客の大半がコカ・コーラ社の日本人社員とその家族であった。このチャーター便は東京国際空港からアラスカのアンカレッジ国際空港、デンマークのコペンハーゲン空港を経由して、 フランスのシャルルド・ゴール国際空港へ向かっていた。コッペンハーゲン到着予定の90分前にハム入りオムレツが朝食として提供された。それから約1時間後、コッペンハーゲン到着間際になって196名の乗客と1名の客室乗務員の計197人が吐き気、嘔吐、下痢、腹部痙攣の症状を訴えた。144人が重症であり、 うち30人はさらに危険な状態だった。その他53人も緊急治療室で処置を受けた。デンマークの医師たちは日本語を話せず、乗員乗客もデンマーク語を話せなかった。そのため、現地レストランの日本語が話せるスタッフが通訳として、病院に呼ばれ、対応に当たった。アメリカ公衆衛生局の役員である。 アラスカ州保健局のミッキー・エス・アイゼンバーグを中心に調査が進められた。乗客の瓶や土砂物及び残った33食分のハム入りオムレツから黄色ブドウ球菌が検出された。また、ハムからブドウ球菌によって生成される毒素の上昇が検出され潜伏期間が非常に短かった理由が明らかになった。その後、 食事のケータリングを担当していた当時の日本航空市会社であるインターナショナルインフライトケータリングカンパニーを調査したところ調理を担当した3名のうち1名が右手人差し指と中指に傷がありそこから菌が混入したことが分かった。機内には4カ所の調理場がありそこから機内食が提供されていた。アイゼンバーグの調べによると 感染した調理担当者は3カ所の調理場で食事の用意をしており、ファーストクラス用の40食及びエコノミークラスの190食の合計220食の調理を担当していたことが分かった。また、指先に包帯を巻いていたにもかかわらず、調理担当者は上司への報告を行わなかった上、管理者も健康状況の確認を怠っていたことが判明した。 被害に遭った乗客のほとんどは数日で退院した。また、事件から一週間後に、現地機内職責任者である、アンカレッジ支社の50代男性支社長が、事件の責任を取り、アンカレッジ宿舎内で、拳銃自殺を遂げた。この事件で、唯一の死者である。ありがとうございます。